れ様です。失恋によるリバウンドから抜け出すため絶賛ダイエットしたいミサポンヌです。今日は久しぶりにマッチングアプリで出会った人でまだ話してなかった人、その人との話をしていきたいと思います。ではでは話していくよ。もう半年以上前の話になるんですけど、話してなかった理由としてはね、2回目のデートにつながらなかったっていうのと、かつ特にその何か事件があったわけでもなかったから、そう。でもなんかマッチングアプリでね、婚活してる中で2回目につながらない方が割合的にはミサポンヌは多いと思うんだよね。なんかもちろんお互いに会った時の第一印象とか、実際にその対面して見てみるその顔だったり体型だったり話し方とか話の内容とか、話して分かるそのこうお互いの内面みたいな、いろんなポイントでお互いに合わないなって思ったから、まあ2回目会わなかったりとかっていう風になると思うんだけど、なんか皆さんだったらこの、状況だったらどう思うんだろうって考えながら、今回は話を聞いてくれると嬉しいなって思います。もうね、半年以上前でなんか昔すぎて覚えてないから、いつもみたいに細かく情景とか想像できるくらいには話してなかったかもしれないんですけど、はい、小五郎さんにしようかな小五郎さんの話です。マッチングアプリでマッチして、アプリの顔も普通にイケメンかっこいいっていう感じで、そう、なんかこんな人が彼氏になったら友達に自慢しちゃうかもムフフとか思いつつマッチングしたことにもう本当に喜んだりしてて、一連のねアプリ上でのやり取りがあって、平日の夜に軽くご飯行くことになって、でなんか初めて会う人とこう土日使うよりも平日の方が気持ち的にもさ、なんかこうサクッといけるから、なんか平日金曜日に誘われてすごい気が合うなっていうか、なんか配慮できる人なのかなみたいな感じで思って、でメッセージする中でもいろいろとその気が合いそうなポイントみたいなのもあったりして、でまあいざ会うことになったんだけど、駅と時間だけ決めてて、待ち合わせの場所はね、詳しい場所は決めてなかったんだけど、待ち合わせのその当日の 2,30 分前に小五郎さんからなんか来た、ここにしようっていう LINE 見てちょっとヒーって思ったんだけど、大きな駅の一番メインの出口っていうか、まあめっちゃ人がいる場所だったのね、その待ち合わせのその場所がね。でまあなんだろう、されるかどうかは置いといて、ナンパとかなんかまあそういうスカウトとかそういうのもそうだし、いろんな人がその待ち合わせに使う場所なのね、そこが。だからなんだろう、いろんなそのマッチングアプリで出会った人が会う場所でもあると思うんだけど、そんなその何千人もの人がいる中で、はじめましてミサポンヌですみたいな、そういうやりとりなんかなんとなくしたくなくって、個人的にはね、恥ずかしいというか、もう少しこう人が少ない出口で会いたいなっていうかね。でまあなんかね、何千人か待ち合わせをしてる中でうろちょろキョロキョロして心を探すのも、なんかねすごいスムーズじゃないっていうか嫌だし、知ってる人ならね、ちょっとキョロキョロしたり電話すれば、あーいた久しぶりとか言って待ち合わせ成功しやすいと思うんだけど、でもね、なんかそう、待ち合わせまで時間がそんなになかったこともあって、ここで待ち合わせしようって言われた時はちょっとやだなーって思ったんだけど、もうなんかね、小五郎がそのメインの出口に向かってなんか歩いていってる可能性もあるし、しょうがないなーって思って、分かったよーってまあ返信したんだよね、その時は。でまあそんなに嫌なら、いやここにしないとか言えよって話なんだけど、まあその時はまあ直前すぎて、そういう提案とかもちょっと気が引けるというか、もう向かってるんだったらまあ仕方ないかっていう感じで、もうそのままにしちゃってね。でなんか案の定、その待ち合わせの時すっごい時間かかって、なんかナンパなのか夜のお仕事とかのスカウトなのか、わけのわからん謎の人に話しかけられて、しかも紛らわしく、あ、こんにちはみたいな曖昧な話しかけられ方で、ミサポンヌはアホだから、その人がね
小五郎かなって思って、あ、こんにちは、みたいな、なんか、その、恥ずかしいやりとりとかもありつつ、たくさん人がいるから、うん、なんか、マッチングアプリで初めて会う人を待ってるっていうのも、なんかね、ちょっと恥ずかしいっていう気持ちもあって、で、初めて会うから、緊張もしてるし、心がざわざわしすぎて、本当に嫌だったんだけど、それで、まあ、小五郎が登場して、会った時は、あるあるだと思うんだけど、小五郎はね、なんかね、私の思い描いてた小五郎じゃなかったんだよね。なんか、失礼すぎるけど、なんだろう、プロフィールの写真のね、素敵さを半分ぐらいにした感じで、奇跡の一枚だったのかな、みたいな感じで、うん、もうなんか、どの口が一本じゃいって感じの話だとは思うんだけど、まあ、これ私ですって言われないと、この写真が小五郎だとは、多分わからないと思うんだよね。うん。まあ私はね。そう。で、まあすごい、その、彼のプロフィール写真は漏れてたから、そう、でもなんか加工してるとかじゃないんだけど、なんだろうね、角度とか光とか、痩せてた時の写真かなみたいな。そう。で、なんかその、まあ会った当日はすごいヒゲが伸びてて、うん、なんか疲れてる？やつれてる？みたいな感じもあったりして、で、まあ実際私、ミサポンヌもね、過去に、自分史上一番漏れた、まあ、アプリでちょい加工されたプロフィールを、まあ、使ってたこともあったし、まあね、人が全然いない場所での待ち合わせで目の前を素通りされて5分で解散っていう黒歴史エピソードもあって、まあ、動画ですでに話してはいるんだけど、まあ、それがあるからもう私は今回のことについてね、批判はね、もうね、一切できませんね。そういう立場じゃないので自分も前やってたから、それ本当にごめんなさいって感じで、まあね、自分も過去に同じなんだろうことをしてたから、まあ、あ、全然違うとは思ったけど、もちろんそのまま軽くご飯に行ったんだよね。で、まあ待ち合わせの時点ですごい人混みに揉まれて、まあちょっと疲れちゃってたから、小五郎がお店をね、予約してくれてたことには本当に感謝感激で、お店でね、軽くご飯を食べながらお互いの話をしたんだけど、たまにね、その冗談言ったり深い話をしてみたり浅い話したり、お酒を飲みながらスムーズに会話はできてたんだけど、なんか違うなっていうのがちょっとやっぱあって、やっぱりなんか、なんだろう、全体的にその雰囲気とか話してる感じとか、やっぱタイプじゃないからだったのかなーとか、まあなんでかわかんないけど、なんかもっと仲良くなりたいって思えなかったんだよね。まあこれはなんかフィーリングとしか言えないんだけど、まあでもお互いにあんまりフィーリングが合わなかったんだと思うのね。でもまあね、そうだから心も同じだったのかなって思うんだけど、ご飯を 7,8 割ね食べたところで、口数がね、彼は少なくなってきて、で、さっきまで結構途切れることなく、まあまあ話し続けてたんだけど、少しずつ沈黙が増えてきてね。で、なんか、ミサポンヌは空気悪くなってるって思って、内心ちょっとこう焦って、疲れてる？大丈夫？とか言って気を使ってたんだけど、もうなんか気使って損したっていうかね、その5分後にご飯をもぐもぐ食べながら、小五郎の顔をよーく見てみたら、なんか、目つぶってたんだけどね。え？みたいな。ミサポンヌは、もうなんか、びっくりしすぎて一人で笑いをこらえてたんだけど、少ししたら、カクン、カクンってなんか、もう寝だしたんだよね。で、空気悪くなってるって思って、ミサポンヌは勝手に焦って気使ってたから、余計に面白くって、なんか、いや、寝てるんかーい、みたいな。そう。で、まあ、拍子抜けしてさ、だから、まあ、小五郎なんだけどね。まあ、勝手につけたニックネームがね。眠りの小五郎的なね。で、まあ、金曜日だしね。まあ、小五郎も疲れてるよね。お疲れ様、みたいな。なんか、母のようなね、気持ちになったんだけど。そう。で、あとまあ、2割ぐらい残ってる、冷たくなった、そのお料理を、ミサポンヌは一人で淡々と平らげて、もうその頃には眠りの小五郎はなんかテーブルに肘ついて爆睡気絶みたいなのしてて食べ終わって、まあ店員さんにねお会計もらって、で眠りの小五郎の肩をぐんぐん揺らして起きろーって感じで起こして、もう帰ろっかって言ったら、眠りの小五郎がなんかめっちゃびっくりして、
全力で謝ってくれてたんだけど、ミサポンヌはもう全然いいよって言って、なんかフィーリングはね、なんかまあね、お互い合わなかったかもって思ったけど、まあ不器用で可愛いなってまあ結果的には思ったんだよね。で、お会計はまあ7対3ぐらいで分けてくれて、うん、優しいよね。うん。で、まあ終始本当なんかこうごめんみたいな謝られながらお店出て、またまあ人が何千人もいる駅の出口に行ったんだけど、眠りのまあ小五郎が、俺丸々線だからってそのメインの出口からめっちゃ遠い全然違う線で帰るらしくて、心の中でおいって突っ込みました。じゃあ他にも良さげな出口いっぱいあるじゃんみたいな、そう思ったんだけど、でもまあ不器用な人だったのかなって今考えれば、まあなんか悪い人じゃなかったし優しかったし、うん、でもなんかすごいお疲れな感じで眠そうで、うん、心配しながらバイバイしたのを覚えてるんだよね。そうだからお顔もね、なんか疲れてたから、そのプロフィールと違ったのかなみたいな、なんかまあちょっとわかんないんだけど、はい、こんなことがありました。で、まさかのね、彼とは LINE も交換してなくて、ご飯の後はなんか流れるように解散しちゃったからタイミングがなくて、で、なんかアプリのチャットで今日はありがとうみたいな連絡を入れたら、なんか疲れててごめんねみたいな返信が来たんだけど、その後特にそのメッセージが続くでもなく、 LINE 交換するでもなく、またデートしたいねって言われるわけでもなくみたいな、特に何もね起こらなかったから、そう YouTube でもなんかまあ話すほどじゃないかなって思って話せなかったんだよね。うん、でもなんかな、なんかいろんな人に会っていろんな人に会いまくって自分に合う人を見つける修行的なところがあるなって思ってね、マッチングアプリって。そうだから会ってみないとマジでわからないから、会ってから気になるポイントがどんどん見つかって、うん、なんか違うってなる時もあるし、もちろん相手の方もミサポーヌに対して同じように会ってからそのどんどん違うっていう風にねなることも絶対あると思うんだけど、でもなんだろう、ここが嫌だなとか合わないなって思うことは悪いことじゃないよねって思ったりしてね、後々その気づくより先に気づいた方がさ、お互いの貴重な時間を無駄にせずに済むし、それになんだろう、自分のその理想像じゃないけど、あ、こういうのは許せるとか、こういうのは絶対無理なんだとか、そういうのが明確になるみたいな、うん、まあそんな感じです。で、まあ最近の近況を話すと、花粉がやばすぎて、なんか花粉症の薬をミサポンヌはね薬局で買って飲んでるんだけど、花粉症の薬ってめっちゃ高くないですか？うん、なんかいつもびっくりするんだけど、なんか2週間分で3000円とかするじゃん。でも飲まないと発狂するぐらいしんどいじゃん。なんか1分に1回ぐらいくしゃみ出るし、ポケットティッシュなんか1時間ぐらいでなくなるし、だからね、あと頭とかも結構グワングワンするし、辛いし、目もかゆすぎて、あーってなんか叫びたくなるよね。体調がね、そう悪いじゃん、その花粉症だから。だからその免疫力が下がるのかなんなのか、風邪もひきやすくなるし、肌も荒れるしさ、なんか咳とかさちょっと出たりとかしてさ。なので花粉症じゃない皆さんというか、わかんないけど視聴者さんとかいたら、心から羨ましい、変わってほしいって思います。花粉がねない国に移住したくなるぐらい辛い、うん、です。なんかミサポンヌは花粉の守備範囲がかなり広くって、2月上旬から5月ぐらいまでカバーしてるんだよね。そうだからね、花粉症じゃない方が本当にいいなって思います。すごいなんか救急車が鳴ってる。でね、なんかまあ薬の間が空くと地獄だから、極力早めに薬を飲んでなんとか生きてます。うん、一緒に頑張っていきましょう。生きていきましょう。今回もミサポンヌのやる気向上のため、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあまた来週会いましょう。では、じゃあねー。バイバーイ。